せいちゃん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、バースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、せいらちゃん、せい、ハッピーバースデートゥーユー。はい、おめでとう。ありがとう。せーの、おめでとう。おめでとう。いただきます。ちゃん、ここでプレゼントタイムです。イエーイ。まずリココちゃんからのプレゼントね。はい、うん、渡して。ありがとう。2つあるみたいだね。それ何？じゃあまずこっちから。はい。なになに？じゃん。お、お、これは、それは何？お、お、ね。もう一個。うん。どう？じゃん。アロエ。何これって思う。何これ、見たことあるけど、どういう風に使うのか分からない。肌や髪になじませるの。どう？早速、今日からやりたいと思う。はい、そして次。想像つく？つかん。リボン。せーの。じゃん。おお。なに？なに？なんかコメントは？なんかコメントは？何ですか？欲しかったこれ。やったー。これね、本当に今週イオン行った時にさ、うん、このコーナーがあってさ、うんうん、やったじゃん。よかったねー。ありがとう。欲しいって言ってたもんね、前からね。節付きのが。リココちゃんからは使う。うん。はい、リココちゃんからは以上だよ。はい、じゃあ次、私から。はい。ね、これマジ欲しかった。よかった。あ、二つあるの、ココちゃん。ありがとう。どっちから食べてみる？じゃあこっちで。頭見えてる。せーの。ガーガーチキン。やったー。せいちゃんが欲しい欲しいと言っていた念願のガーガーチキンメニュー。やった。ガーガーチキンでした。はい、よかったね。じゃあ次こっち。それは何だと思う？なんで分かるから言ってんの？ちょっと見える感じ。違う。せーの。じゃんじゃん。おー、最近ね、肉がビガンドーだー。えー、あー、もう太ったってね。え、2年生になってから1キロも太ってなかったのに。太ってたってお騒ぎしてたよね。たったの1キロ。おー、どうですか、どうですか。すごい。おお。なんか中に引っ込まれる感じがする。するするの。するの。もう本当に効果が期待できますね。1日に10分やり続けたいと。っていう動画を撮りたいと思います。はい、頑張ってください。はい、続いてパパです。どうぞ私に来てください。パパもあったんだね。ありがとう。最近はパパあるよ。あるね。パパは何かな。
いつものやつらしいです。あれかな、何かな、せーの、じゃん、お、定規、かわいい、あ、かわいい、コーラ、コーラじゃない。使います。せーの、じゃん、お、シャープペンシル。かわいい、かわいい。はい、次、はい、せーの、じゃん、お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 、あ、かわいい、ランゴリング、ランゴリング、あ、なんかすごいたくさん書けそうですね、なんかかわいいやつね。ピーチ、ピーチ、桃ですね。はい、せいちゃんの好きなピーチ。グラデーションっぽくなってる。うん、ちょっと下の方がね、ね、白くて、もうリングが高級でいいですね。そうだね、やっぱり100均のとは違うね。うん、あ、消しゴム、消しゴム、あ、かわいい、かわいい。パパ、こういう系の消しゴムよく買うよね。うん、前もこういう系の消しゴムだった。じゃあ、何それ、開けてみます。せーの、じゃん、何、鬼滅の刃の、あ、鬼滅の刃、イノスケじゃない、イノスケだ、絶対これイノスケ。あ、マグネット、おお、冷蔵庫に何貼れたらいいなと思います。サラネズミいいさ、かっこいいよ。いいと思います、いいと思います。じゃあ、せいちゃんママからです。さあ、ざーん、ありがとう。開けてみて、見てみて。おお、それは何、開けます。これはじゃん、お、お、なに、それは何でしょうか。二重描くペンと、うん、涙袋を描くペン。やったー。せいちゃん欲しいって言ってたもんです。せい、涙袋ないもんね。絶対言うそんなセリフ絶対言うじゃーん、お、アイシャドウです。どうですか、明日から早速使いたいと思います。はい、せーの、じゃーん、お、リップ、あ、いい色ですね。早速後から使いたいと思います。はい、ぜひぜひ。まだあるかな。以上だね。それは以上です。本、はい、これは、この題名は、あ、この物語はこういうことです。大嫌いな君でした。人気ナンバーワンと書いてあった、はい、ので、お、服、おー、じゃんじゃん、絶対似合う、私。似合う、似合う。似合わんかったらママに。ママはがクソ似合わんよ。はい、じゃあ次。まだ入ってるの？まだ入ってるの？あ、入ってた。何入ってた？じゃじゃん。長袖？どうでしょう？いいと思いますよ。いいと思いますよ。それに、それに、それに。まだ入ってるの？本当だ、まだ入ってた。あー、何これ、それにそれみたいなね、そんな感じ、うん、そんな感じ、うん、そんな感じ。あ、ちょっとその方にはちょっと合わなかったかも。続いて、ウームさんから叩いてありまーす。おー、楽しみ、一番私楽しみだった、自身も、どうぞ。ありがとうございます。私自身もわからないから。何でしょう、予想は、予想、財布、筆箱じゃない？せーの、重い、筆箱、うわー、何それ、やっぱりチョコレートでしょ。 アイシャドウ、まあ、アイシャドウかと思ってました。アイシャドウ、アイシャドウブルーって書いてある。すごい、なんかすごい高級そう。すごい、チョコレートかと思った。ケースから高級なんですけど、見た目から、すごい、わー、何、わー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 、これ何これ、素敵、え、見て、めっちゃキラキラなんだけど、めっちゃキラキラ、すごいね、すごい、もうおしゃれ、すごい、ちょっと14年目。はい、プレゼントは以上です。どうでしたか、せいちゃん。とても可愛いものばかりで、欲しいものばかりで嬉しかったです。よかった。じゃあ早速ケーキを食べましょう。食べましょう。いただきます。はい、ケーキです。あれ、せいちゃん、そのシールにちゃんと書いてるのが、うん、うまいんだ、おいしい、
先生の誕生日パーティーをやってみました。はい、もう14歳なんですよ。早いね。もう14歳になりたくないから誕生日会やらないって言ってたよね。言ってた誕生日ケーキいらないって言ってた。私はケーキいらないって言ってたよね。